GT Channel. Welcome to the 2011 Tokyo Auto Salon. Hey, we're at the Nismo booth with Masami Kageyama, who's the test driver for the GTR RC. They just announced this today, and we're going to ask him a couple of questions. Masami-san, この車の開発に関して、どうやって関わってこられたのか、ちょっとご説明いただけますか。どうやって関わった。まず最初に、試作というかね、テスト車両が出来上がってから、最初の走り始めから、関わっています。で、それから、この RC になる前の十勝24時間を走った車だったりとか、この RC の、コンセプトの車になってからの、ちょっと、はい、で実践をベースにこの車は、仕上がってきたということなんですけど、その辺についてもうちょっと詳しく教えていただけますか。そうですね、実践にならないと、出てこないトラブルまあ、その部分でいうと、例年付けですね、例年付け、特にその、エンジンを、水温、両クランクミッション、フロントデッキミッション、あとチリアレフ含めて、その連続をしていくと、どんどん温度が上がっていく、そういった部分で、開発で、実践で試した部分が、うまくいくんですよ。その辺が特にどんな車でも最初は難しくなると思うんですけど、その辺の部分をやっぱりその24時間だったりとか、富士の長いレースだったりとかで、いろいろ実践を試して、問題がないという、結論を出して、実際に付けられたという。なるほど。で、まさみさんはチューニングカーもお詳しいんですけど、この GTR の最高峰、スーパー GT とすれば、チューニングカーがこの辺にあって、大体どのぐらいのポジショニングと考えればいいですか。そうですね、この GTR でいう、ノーマルの GTR が、1として、スーパー GT が10とすると、そうですね、 FAGT がスーパー GT よりもちょっと下だと思うんですね、重量として、作りにして、はい、なんで、FAGT ちょっと乗ってないんですけども、多分あれが7、8あたりと想定すれば、この RC に関してはその下でいう、5あたりかな。なるほど、はい、その状況でかなりそのボディだったりとか、エンジン以外に関してはものすごく、開発されてます。ここでエンジンをもっと速くすればその、ランクが5から6になったり7になったりいう状況にはなっている。2000万以下ということであればかなり ね、から今までの、開発でかかった費用だったりとか、実際この車の、コストとか考えると、ありえない金額だと思います。はい、世界的にも、売り出していきたいと。そうですね、世界的な、その国々のレギュレーションはあると思いますけども、それに見合った状態にしながらも、世界で ありがとうございました。はい、ありがとうございました。マサミ影山、 Ladies and Gentlemen。